金本浩二です。小原さん、それアンクルホルダー、あれ分かりますよ。あの週刊 MMA で授業を習ったんで、うん、このエンブレム、はい、新日本プロレス正解。それ今のプロレスだもん。金本浩二選手は昔新日本プロレスのね、ジュニアヘビー級で活躍して、アンクルホールドをね、こうフィニッシュホールドに使ってね、声がね、ちょっとね、皆さん聞いたことあると思うけどね、アンクルホールドだっていう声のプロレスラーの方、昔新日本プロレスに所属してたんですよね。まあ、この T シャツ、あのファンの方に送っていただきました。ありがとうございます。皆さん、あの最近ね、俺たち YouTube サボってるから。本当ですよ。仲たがいしてたからね。俺それ、これさ、ポロッと冗談で言ったらさ、何人かに、え、殿と喧嘩してたのって言われる。してないよ、ごめん。喧嘩どころかね、全然取ってなかった。無関心ですよ、無関心。お互い干渉しないですからね。そうすると、どんどんね、YouTube の更新頻度が、ね、下がってきて、怒られちゃう。でもね、最近の皆さんのメッセージのおかげで、やる気出てきたんで、うん、やりましょうよ。やろうよ。ちょ、最近ほら、いい試合がめっちゃ多かったじゃないですか。うんうんうん、大臣はじめね、まあ、うんシュートもね、うん、いろいろあって、うん、最近ファイトレビュー撮ってなかったんで、うん、ちょっとこう総括ファイトレビュー的な感じで、うんうん、バーッと僕が聞きたい試合を、うんうん、あの岡田亮一に解説してもらおうかなって思ってます。わ、うん、かりました。どっから行きます。やっぱ僕一番気になるのは小木ちゃん。おお、先輩の。だいぶ経ったね。経ったね。だいぶ旬は過ぎたね。すぐ上げれば、まあまあ多分回るのにね。で、過去の岡田亮との戦いでも出てきた大下選手。うんうん。もう まさにね、うん、圧巻という感じでしたけど。うん。どうですか？いい試合でしたよね。いや、いい試合だったでしょ。そんなことないかな。いい試合だったよね。まあ、大塚選手も。どうやって大久保さんに勝とうと、どう攻略しようとしてるのかなっていうのが、もうちょっとなんか明確に見えるのかなと思ってたけど、まあでも大久保さん強いからね。なんか難しいよね、それ。なんかあの、井上選手と金太郎選手の時も、金太郎選手が最後試合後インタビューで、うん、3ラウンドの動きが1ラウンドからできてればよかったっていう話をしてて、きっと大塚選手もなんかプランニングではこうした方がいいみたいな、明確に多分持ってるはずだけども、やっぱ格闘家としてやっぱ対峙するとそれやっぱ変わるもんなんね。もちろんだよね。臨機応変にやっぱ対応しなきゃいけないし、いろいろ試合前にさ、プランとかさ、作戦練るけど、まあ俺はいつも思うのは、作戦は作戦通りには進まないことを前提に立てなければいけない。なるほど、うん、っていうのは俺は自分ですごいあの心がけてることなんで、大体ね、やっぱりこう自分の思った通りなんかいかないんですよ。多分朝倉海選手も全然試合プランと違った試合になったと思うよ。そう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 。ね、プラン A で行こうとしてたけど、ダメだった時にね、すぐプラン B、それがダメだったらプラン C みたいな、こう、段階分けで戦える選手はやっぱ強いなと思いますけどね。こだわりすぎちゃったな。ただ、決勝が大晦日が大晦日さんと、滝沢さん、井上さんと、朝倉海選手。そうそうそう。まああのそこが見えなかった井上選手もちょっとその金太郎戦でちょっとなんかこうね、肉薄されて。いやそうかな。俺にはそう見えなかったけどね。俺には全然そう見えなかった。まだまだって感じだった。うん。そうだね。俺はあ井上直樹本当すげえなと思った。あ本当強いわと思って。大晦日本当楽しみだね。うん。あとあのライジン30で言えば。うん。岡田亮がセコンドについてた、太田選手と久保選手の試合。おー、今更ね、それもね。ああ、だいぶ経ったけどね。この試合どうでした？うん、いやもう本当、やるべきことをね、やったっすよね。ずーっと、つやさんはさ、絶対何か用意してるっていうことをずっと言ってて、まあ、久保選手もやっぱ賢いし、まあこう今までの MMA の流れからいくと、とんでもなく打撃が強いやつと、とんでもなく寝技が強いやつって、今までの MMA の公式の統計は取ってないけど、寝技の方が勝率高いんだよね。あ、なるほど。うん、だから第1回のね USC、 第2回の USC のさ、グレイシー・ジュジュとホイス・グレイシーが優勝したわけじゃん。打撃のスペシャリストたちをバッタバッタと決めまくってさ、まあ一概にそうとは言えないけど、まあ太田選手はレスリングの銀メダリストで、
組の選手で、久保選手は打撃の K1 のチャンピオンで、でもう他の MMA の良さをお互いにまだあんまりこう成熟してない、とにかく打撃が強いやつととにかく組が強いやつってなると、やっぱりね、やっぱり統計的にはね、組み技が強い方が勝ってる気がする、うん、だからまあ津谷さんも絶対勝てるだろうっていうのは最初からずっと言ってて、だけど絶対何かそんなことはね、久保選手も多分あの向こうのジムの宮田さんも分かってるはずだから、宮田さんなんかね同じレスリングのオリンピアンだから、太田選手の組がどれだけ強いかっても絶対分かってるはずだから、それでもこうやって試合を受けて試合するってことは絶対何か用意してるから、それだけ気をつけないとなっていう話をずっとしてて、それが何だろうか会議があったね。でまあ多分開始早々の飛び膝蹴りなんじゃないかなみたいな感じでその対策はしてた直前まで、うん、そしたらね膝蹴りじゃなくてこう前蹴りだったね。だからこうここの距離分ちょっと想定外で最初だけもらっちゃって聞いちゃったけど、まあそっちは聞いたんだ。聞いた聞いた聞いた。よかった。でもそこからでもやっぱリカバリーして倒して、うん、そこはやっぱさすがですよね。俺も一つ気づいたことがあって、うん、岡田亮が、うん、あれやっていいぞあれやっていいぞって言って、うん、あ、パレスタの千葉のあれはバックハンドブローなんだなってことになって、うん、あそうね、やめてよ、次の次のさ試合でさ、オリゴさんがあれやっていいぞって言ったら、あ、こいつ回ってくるって思うって思ってて、また別の技をね、うん、確かにそうだね、よく見てんね。でも、うん、俺さっきその話でいくとさ、格闘あ打撃とさ充実は、あ、寝技は寝技の方が有利やねんって分かるんだけど、うん、俺一方で少し気になるのは、レスリング VS 充実だった場合、うん、ちょっと最近の、うん、あの動向を見すぎちゃってて、うん、充実がちょっと強すぎるなっていう印象があるのね、うん、なんでかっていうと、真島さんとクレジューさんもそうだね、そうだね、あのこの間のワンうん、あった、うん、キラトと柔術家の人とね、もう結構ね、キラトがレスリングで倒すんだけど、そう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 、倒れてから決めがある柔術家が取っちゃうみたいなね。そう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 、岡田亮と一緒に見てて、うん、これ三角だろ、三角三角やべえぞとかって言ってたら、やっぱ三角入っちゃったりとかね、して、まあ、抜けたけどさ、柔術バックボーンレスリングよりバックボーン柔術の方が強いんじゃないかなって最近ちょっと思っちゃって、それもいや本当あのデミアン・マイヤーっていう柔術が超強い USC のベテランがいて、でワンでもう無双してた超レスリング強いアメリカンレスラーのベン・アスクレンっていう選手がいて、で超柔術が強い選手と超レスリングが強い選手が USC でやったの、それすごいやっぱ注目されて、どっちが強いんだろうって、まさにトノの疑問を解決するようなカードが組まれたの。どっちが勝ったと思う？そうなの、一本取っちゃうんだよね、やっぱり、やっぱり一本取っちゃうんだよ。いやそれは倒すよ、レスラーが倒すまではやっぱもう勝てないさ。でもさ、呪術家はさ倒れてからがこ、ね、自分のフィールドだから、やっぱそこはやっぱ呪術家とレスラーって言ってもやっぱうん、呪術寝たらやっぱ呪術家決めちゃうよね。なんかそのMMA の選手たちは柔術の要素は一応取り入れるは取り入れる、もちろんもちろん、やっぱその体が勝手に動くぐらいまで消化されているかと言われれば、うん、そうじゃないってこと、うん、やることが多くて、そうなんだよね。だから柔術のこうレベルが100の選手とね、レスリングは100だけど柔術の20、柔術のレベルが20の選手だったら、やっぱ柔術レスリングは0でもさ、柔術100の選手が寝技になったら決めちゃうし、だから本当トータル打撃もできる、レスリングもできる、ね、柔術もできる、それぞれオフェンスとディフェンスもできる、ね、でまあ作戦をしっかり遂行できる、ね、能力もあるみたいな、トータルファイターになるのがいかに難しいかっていうのがさ、ね、よくいろんな試合見てると分かるよね、うん、本当大変な競技やってますよみんな、すごい本当リスペクト、すべての、ね、格闘家リスペクト、体重オーバーするやつ以外。じゃあとね、うん、あの、うん、初めての取り組み、ペーパービューのみのランドマーク、うん、あの配信遅延が起きて大荒れした、うん、でどうだった？いや俺はもう、うん、激おこ激おこだった。いや返金してたとは思わないけど、うん、いつ始まるか分かんないから、ずっとはっついてなきゃいけないのがすげえめんどくさかった。
ストレスだった。ロック1試合目じゃない。そうそう。もうやってんじゃないかっていう。そうそうそう。ああ、だからね、LINE くれたもんね。そうそうそう。そんな人がいっぱいいたよ。すごい、え、もうロックの試合始まっちゃってんじゃないのみたいな。あったね。そのロックですよ。うん。ね、まあね。どんな言葉かけてあげてはいいのか俺はわかんないですけど。うん、本当だよね。本当にさ。まあ、人だけ言うのはやっぱり、うん、ね、向き合った時のあの、体のデカさの違いがね。うん。やっぱ。そうだね。あ、それやっぱ画面越しに見てて思いました。うん、体格差あったね。うん、だからなんかその何ロックから電話来てさ、あ、本当リチギだね、試合前に何かありますかって言われて、何かアドバイスみたいな、冗談でアドバイスくださいって言って、ロック、組まれる前にブンブン振ってこってブンブンに振ってこみたいな、格闘技やったことない人が、そう、ね、俺が距離見ないでいいからもうガンガンに振ってこって組まれちゃうし。体格差があったら、ね、ちょっと見ててね、うわーってこう手札を思いっきりこう、バーンとこう、うん、で、片足シングルでね、パワーの違いをちょっと、そうだね、そうだね。ワンピースでさ、ウソップとさ、ルフィがさ、あのガチ喧嘩みたいなする回があるわけですよ。いや当たり前だけどルフィがさボコボコにするんだ。でもうこの決闘でね、もう一味をね続けるか抜けるかみたいなところの喧嘩で負けたからウソップは出ていかなきゃいけない。しかもルフィにボコボコにされて、でもうボコボコのウソップをあの繊維のねチョッパーは見てられないわけですよ。すぐさまねこう治療に行こうとするんだけど、その時にサンジがこう言うの。決闘に負けて、その上慰めの言葉をかけられた男がどれだけ惨めな気持ちになるか考えろ。いい漫画だ。そうでしょ。だから俺はねノックンにねかけることはない。うっす、かっこいい。俺めっちゃ言っちゃった。本当落ち込まれた。本当落ち込まれていいよ。慰めた。まあ俺は3時からそういう風に習ったからね。まあ本当別に、まあ人生生きてればねいろんなことあるけど、まあでも本当苦しいと思うよ。苦しいね。だから本当ツイッターにも書いたけど、もうここ1年半はさ本当いろんなことで苦しんでてさ、だからまあなんだろうな、まあでもみんなそうじゃん。でも素谷選手もそうですね。八千選手だってすごいこう暗闇のトンネルが長かったじゃないですか。で彼は今ねその暗闇のトンネルにいるけどさ、フェリックス、いやこれでねまた復活してさ、うわーってなった時にすごい元気をもらう、元気とか勇気をもらう人がいるし、それはもう今ほんと苦しいと思うけど、でこっから復活してまたあのさ入場曲でマネーが流れてさバーンって KO するところ見えてみんな泣くじゃん。だから信高もさ絶対その日は来ると思ってるからね、もう俺は信じて待つしかないね。頑張るぞ、ブタカ。俺は何もかけない。で、そのメイン、長谷川選手と萩原選手の試合。そうね。で、もう完全に首力の違いを見せて。うん、あれはね、面白いよね、やっぱね。なんか。だから、怒ってる人たちはさ、なんであんな寝技ばっか行くんだよみたいな、打撃で打ち合えよみたいな。いや会場にいた萩原選手の応援団の俺近くにあの一緒に見てたの、あの殴らない方の伸びたと、ノックンの雷神のあだ名が殴る方の伸びたって。本当の兄ちゃんはつまりじゃあ殴らない方の伸びた。すごいなんかこうやっぱ打ち合えよとかまあ言ってる方もいて、朝倉選手がこう萩原選手とスタンドでの勝負をせずにテイクダウンして削って、でトップを取ってポイントを取って判定勝ちしたってことにちょっとまあなんだよっていう人もいる。でも俺は浅川選手の戦い超好き、ね、俺はもう本当素晴らしいと思った。まさに完封だよね。うん、それの何かって思っちゃう。だからでも俺それさ、その試合前の予想動画的なさ、動画でさ、言ったの。MMA をするなら、そうだね。朝倉選手。喧嘩をするなら、萩原選手。
で多分その前その時の動画でもなんかこうアウトローの人たちっておい俺と打ち合いよ的な雰囲気があってそれに乗っちゃうと萩原選手のチャンス生まれるよねみたいな。だけどそういうのに乗らないで冷静に試合を進めていくんだったら朝倉選手が勝つんじゃないかなっていう予想をしてまさにそんな感じだったよね。でもすごい上手だったニータップテイクダウンとかね。なんか俺は怒られるかもしれないけど、どうぞどうぞ。萩原さん削られまくってバック取った時とか、うん、なんかこうもっと首とか緩くて、そうだなって気がしたけど、そこはまあそこら辺はねもうちょっとね技術の向上の余地はあるけど、やっぱそうなの。あるよ。うん、そこはまあバックのコントロールとか、うん、そこら辺のチョークの、ね、チョークへのストラテジー的なテクニックはまあちょっとあったけど、でもすごい上手だった。あのね、俺がすごいいいなと思ったのは、あのまあこれはね深い話になるんですけど、テクダウン行くときって金網際とかロープ際で行く人と後ろにスペースがあるところで入る人で結構2種類分かれて、でも結構ね多いのがね金網際でもう下がれないところまで追い詰めてからこうやって組みに行く人の方が多いの。ロープまで渡辺修斗選手もそうだったよね。ちょっとこうノー君がもうロープこれ以上下がれない時にもう下がれないから組みやすいから組むんだけど、朝倉選手は違うの。後ろに壁がないロープがないスペースに萩原選手が来た時に入るの。走りたいからダダダダダダダ、イエスドライブなんですよ。俺はね結構そっちの方が好きで、あの萩原選手って昔の動画見てるとロープ際でやっぱ萩原選手打撃強いからさ、芦田戦とか見てるとさ、あの芦田選手も追い詰めてからタックル入った。そうするとさすぐに倒れないの、もたれかけられるから。そうするとさこの耐えてる状況でものすごい肘がうまいから、ロープにもたれながらタックル入らせてここの攻防の時に萩原選手とんでもない肘打つから、多分それをね避けるために後ろにスペースがある状態でバーンって倒して、そうするともうもたれかけられないからこの肘がなくなるから、それはすごいいい作戦だなと思って、ああすごいわ見てましたけどね。朝倉選手になんだよね技いきやがって打撃やれよっていう萩原選手のファンたちは、でも日本選手にね、あなたたちの大好きな萩原選手はね、あの MMA として組み合わせで勝ったよねって言えちゃうところがまた難しいところだけどね。強さがあったんだろうね。まあそうだね、カップしちゃうと。いや塩漬けってなんか塩漬けしてる方が悪いように言われるけどさ、されてる方が悪いから。だから立ちゃいいじゃん。立って離れて自分で立って殴ればいいじゃん。それができないのになんか塩漬けしてる方が試合つまんないとか言われるの俺おかしいと思うけど、やられてる方が悪いから。立てばいいじゃん、離れればいいじゃん、解除しろよ。で自分の好きな土俵と戦えばいいじゃん。それができないのにね、やってる相手を、ね、攻める風潮はどうかと思うけど。っていうような感じでね、超絶今更のファイトレビュー動画お送りしました。金本浩二でした。